ムでーす。今日は従来配信を、今まで私のこう、このね、独特のノイズが入ったバリバリの雷声を好きだったみんなには申し訳ないんですけど、今日、今日から私の声めっちゃ可愛くなります。多分お前は何だ。今まで VR ヘッドセットについてる標準のマイク内蔵のやつ使ってたんだけど、こういう風に音付けのマイクつけてみたのね。まだ使ってないんだけど、なので今日はちょっとこの、こういう1000円くらいのやつなんだけど、これでも結構性能変わるらしいので、こんな感じでヘッドマウントディスプレイに USB パスッと挿して、こういったヘッドマウントディスプレイの横にクリップでこれで使おうかなって思ってます。なので今日はこの方の比較をしようかな。今はいつものヘッドマウントディスプレイについてるマイクで喋ってます。いつものやつ、今ヘッドマウントディスプレイ被ってないのにヘッドマウントディスプレイに向かって話しかけてる、すごい怪しい人みたいになってるんだけど、はい、行きます。本日は晴天なり、本日は晴天なり、お前は誰だ、お前は誰だ。はい、というのがいつものやつね。はい、こっから新しく買ったマイクに、本日は晴天なり、お前は誰だ、お前は誰だ。はい、どうかな、なんか変わった、ちょっとあんま変わってないか、あんま変わってないかもね、あんま変わってないかな、どうだろう。でもほら、ちょっとこう、若干、声がクリアになった気がするよね。そうでもないかな。はい。というわけで、美声を手に入れた、バーチャル少女、デムでした。しばらくこれで喋ってみようと思います。バイバイ。